ルートンタウン FC。ロンドン郊外の小さな町にあるクラブが偉業を成し遂げた。帽子をクラブのシンボルに称えるこのクラブはどんな歴史を紡いできたのだろうか。さながら麦わら帽子のように編み込まれた歴史とフットボールの物語を紐解いてみよう。はい、というわけでどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、エイズイムーンです。今回はですね、ルートンタウン FC についてお話ししたいと思います。最初に言っておくんですけれども、いつもみたいにサッカーの話を期待された皆様、申し訳ございません。サッカーの話はあんまりしないと思います。でもとても興味深い内容になっているので、よかったら最後まで動画をご覧ください。で、まずなんで急にルートンタウン FC なんだよって思ったかもしれないんですけれども、ある日プレミアリーグのニュースを見ていて、まあルートンタウン FC っていうチームが、まあ、プレミアに昇格を果たしたと、そういうニュースを聞きまして、あれ、ルートンってどっかで聞いたことあるなって思ったんですよ。それもそのはず、前回僕がアップした Vlog、 セルティックの試合を見にグラスゴーまで行ったわけなんですけれども、僕その前にあろうことか飛行機に乗り遅れてしまったんですよね。それで本来であればロンドンからグラスゴーまで1時間ちょっとで行けたはずのところを、新幹線に乗って5時間以上かけて行くっていう、まあ苦行みたいな旅をしたわけなんですけれども、その飛行機に乗り遅れた空港、それがルートン空港だったんですよ。そう、紛れもないルートンタウン FC のホームタウンだったんですね。記念すべきプレミア初戦では三笘薫選手所属のブライトンと対戦したことで、日本でも少し話題になったかと思います。そこで僕こう思ったんですよ。俺が飛行機乗り逃したニックキルートン空港がある場所のチームってどないなチームやねん。まあ逆恨みなんですけど、そう思っていろいろチームの歴史について調べていたら、まあ沼にはまってしまいました。皆さんにもこの沼にはまっていただきたく、ルートンタウン SC の歴史を動画にしてお送りしたいなと思った次第でございます。というわけで、いつも通り、まあマニアックっちゃマニアックなんですけど、サッカーっていうよりかは、まあ地理や歴史、そういったベクトルのマニアックさになります。まず最初にルートンっていう場所がどういう場所なのかっていうのを紹介した後に、ルートンタウン SC の成り立ちや歴史、そして最大の問題であるなぜルートンタウン FC のエンブレムの中に帽子があるのかについてお話できたらと思います。それでは見ていきましょう。さて、まずはルートンという町がどういう場所なのか見てみましょう。ルートンはイギリス南東部のベッドフォードシャー州に属する町で、ロンドンからは北へ50キロ、鉄道でだいたい1時間ほどの場所にあります。人口は約22万5000人で、渋谷区と同じ程度。広さは 43.3 平方キロメートルで、江東区より少し広い程度です。ルートンって地名は日本に住んでいるとなかなか馴染みがない名前なんですが、ロンドンに住んでいると、あの空港がある町ねという程度に、まあ名物が空港しかないんですよね。でも僕が訪問した限りではマジで空港しかなさそうでした。まあ空港しか行ってないから当たり前か。さて、町の歴史ですが、ルートンという町は6世紀頃にアングロサクソン人によって作られた町だそうです。1137年にはセントメアリー教会が町の中心に建設され、それ以降町のランドマークになっています。と言ってもストリートビューで見ると割とちっちゃい。そしてだいたい17世紀頃になると、今度はルートンの議員であったジョン・ネイピアによってスコットランド人がルートンに移住してきます。彼らはわら編みという産業をルートンに持ち込んで、ルートン発展の基礎を作り上げました。その後19世紀になると人口も急増し、1801年は3000人程度だった人口が1901年には4万人ほどと、わずか100年で13倍以上になるなど大きな発展をしていきました。この頃後述する帽子産業が発展していき、ルートンは帽子の一大生産地になっていくわけです。もう最初の疑問の答え出ちゃってますね。ご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録お願いいたします。しかし20世紀に入ると帽子産業は衰退し、その代わりに自動車産業や航空機産業などの工業が台頭していきます。
特にイギリスの自動車メーカーであるボックスホール社はルートンにイギリス最大の自動車工場を建設し、ルートンの発展に大きく寄与しました。冒頭でも触れたルートンのシンボルでもあるルートン空港は1938年に開港し、翌年から始まった第二次大戦中は空軍の基地になっていたそうです。現在は LCC を中心とした国際空港として運営されており、2018年時点でロンドンにある6つの空港のうち4番目の大きさで、イギリス国内でも5番目の利用者数を誇る大空港になっています。てかロンドン空港多すぎやろ。次はルートンタウン FC の成り立ちと歴史について見ていきましょう。ルートンタウン FC は1885年に設立されたクラブチームです。それ以前にもルートンにはフットボールチームがいくつか存在していましたが、特にその中でもワンダラーズとエクセルシオールというチームが競合だったようです。そんな中、ワンダラーズの選手だったジョージ・ディーコンがタウン構想を考えつきます。タウン構想はルートンにあるフットボールチームから優秀な選手を集めてルートンを代表するチームを作ろうという野心的な試みでした。かくしてロンドン近郊の小さな町であるルートンにルートンタウン FC が生まれたわけであります。そしてその5年後、1890年にルートンタウンはイングランド南部における最初のプロフットボールチームになります。きっかけは選手の遅刻や欠席でした。当時ルートンタウンに所属する選手の多くが本業を別で持っており、本業のために土曜日に開催される試合に遅刻や欠席を繰り返したことからです。チームとしては彼らに試合に参加してほしいため、土曜日に本業を欠勤してもらい、その分の給与を支払うことにしました。こうした事情によってルートンタウン FC にプロフットボール選手が誕生していくわけです。ルートンタウンがプロフットボールチーム化した数週間後、今度はアーセナルが南部第二のプロフットボールチームになるのはまた別のお話。その後1894年にアーセナルやミルウォール FC らとともにイングランド南部におけるフットボールリーグであるサザンフットボールリーグを結成し、最初2シーズンを2位で終えるなど好成績を残しました。しかし財政難などにより長らくエレベータークラブとしてカテゴリーを上下していたルートンタウンは1955-56シーズンにようやく当時のイングランドトップリーグであるディビジョン1へ昇格しました。58-59シーズンには FA カップ決勝に進出するなど健闘しましたが、翌59-60シーズンには42試合でわずか9勝しかできず2部に転落。そのわずか6シーズン後の65-66シーズンには4部まで降格するなど、チームは明らかな低迷期に突入します。その後73-74シーズンにディビジョン1に復帰するも、翌年には再度降格。そして82-83シーズンにディビジョン1に再度復帰すると、そこからディビジョン1に定着しました。87-88シーズンにはリーグカップ優勝、翌シーズンもリーグカップ準優勝を果たすなど好調に見えたルートンタウンでしたが、プレミアリーグ創設の前年である91-92シーズン、ルートンタウンは最終節までもつれた結果、悲劇の居残りを経験します。この年はプレミアリーグが翌年に創設されることから、ディビジョン1の上位19チームとディビジョン2の上位2チームおよび昇格プレーオフを勝ち抜いた1チームの計22チームがプレミアリーグでプレーできることになっていました。ディビジョン1はそのまま残り、その上にプレミアリーグが創設されるため、降格圏のチームはディビジョン1にこそ残りますが、実質的な降格となるわけです。ルートンタウンは19位とわずか勝ち点2差の20位でリーグを終えたため、プレミアリーグ昇格ならず、そこから再度暗黒期に突入します。2008-2009シーズンには経営上の不正が明るみになり、勝ち点剥奪と降格の受け身に遭います。この時剥奪された勝ち点は合計でなんと30にもなりました。これによりルートンタウンは実質5部まで降格。この時期は英語版ウィキでもフリーフォールと表現されるほどの降格でした。そんな紆余曲折の歴史を持ったチームでしたが、今シーズン晴れてプレミアリーグの舞台へ足を踏み入れることができたわけです。ホームスタジアムはケニルワースロードで、1万1500人収容のプレミアでもダントツのキャパシティの小ささです。過去には3万人規模のスタジアムだった時期もあったそうですが、スタンドの座席化などを経て今のキャパシティになったとのこと。1985年にはこのスタジアムでミルウォールサポーターが暴れ散らかして、数年間アウェーサポーターの入場が禁止された時期もありました。ミルウォールサポーター暴れすぎ。では次はチームのエンブレムについて話していきたいと思います。ルートンタウン FC のエンブレムにあるこの帽子ですが、なんで帽子なのか気になりませんか？
まあ答えは前半で言っちゃってるんですけど、帽子の部分だけじゃなくてエンブレム全体に実はルートンという街の歴史や文化が詰め込まれているんです。実は初期のルートンタウン FC には独自のエンブレムはなく、街の紋章をエンブレムとして使っていました。この紋章はルートンタウン結成の9年前である1876年に市議会によって認可されたものです。そこから様々なデザインを経て現代のルートンタウン FC のエンブレムにつながるわけなんですけど、まずは街の紋章とチームの現在のエンブレムを見比べてみましょう。街の紋章は現在のチームのエンブレムの下半分に使われていることがわかります。この紋章に散りばめられた様々なデザインの要素はそれぞれルートンの象徴としてちゃんと意味を持っています。まずはそれらの意味を見ていきましょう。まずは真ん中と右上ですが、真ん中は蜂、右上は蜂の巣を表しています。別にルートンで蜂が有名というわけではなくて、蜂と蜂の巣というのは産業の象徴を表すものだそうです。なぜ蜂が産業の象徴かは諸説あるみたいなんですけど、おそらく真ん中のミツバチは勤勉の象徴で、蜂の巣というのは蜂が取ってきた蜜がたまるため産業の成果の象徴として扱われたのでしょう。そして次に紋章の下半分にある2つの花を見ていきましょう。この2つの花、左はアザミで右はバラの花です。ではなぜアザミとバラなんでしょうか。動画の前半で17世紀に町の議員であったジョン・ネイピアがスコットランド人を連れてきたというお話はしました。アザミというのはスコットランドの国花として扱われていて、バラはスコットランド人を連れてきたネイピア家の紋章から借用しているそうなんです。現にスコットランドの実質的な国花として扱われているスコットランドの花という曲があるのですが、この曲のタイトルにある花というのはアザミを指しているそうです。じゃあなぜアザミがスコットランドの象徴なのか、その話はまたややこしくなるので別の機会で紹介できればと思います。そしてお待ちかね、左上の麦わらとエンブレム上部の麦わら帽子ですが、これらはわら編みの象徴です。まあ象徴っていうかそのままなんですけど、スコットランド人が移住してきた17世紀以降、わら編みはルートンで主だった産業になりました。しかし実際わら編みだけでは大して儲からないわけなんですよ。そこでルートンの人々はわらを編んで布地を作り、それをつなぎ合わせて帽子を作ることにしました。しかし当時の最高級品であったイタリアの帽子とは編み方やわらの細さが異なり、雑で非常に粗い編み物になってしまっていたようです。そんな中、1793年に西ヨーロッパ全土を巻き込んだナポレオン戦争が発生します。当時帽子の一大生産地であったイタリアもこの戦争に巻き込まれ、イタリアから帽子の供給がストップしてしまいます。これがルートンでの帽子の生産に拍車をかけることになりました。さらに幸運なことに1800年前後にストロースプリッターという藁を均一に細く裁断する器具が発明されて、それまでに比べて圧倒的にきめ細かい藁編みを作ることができるようになりました。これによりルートンの帽子産業は爆発的な成長を遂げ、1870年代に最盛期を迎えます。1871年のイギリスの国勢調査では、ルートンの総人口17316人のうちおよそ3分の1にあたる5615人が帽子や藁編みに関する産業に従事していたとのことです。そんな時代の中、ルートンタウン FC が誕生し、帽子とフットボールという2つのアイデンティティがルートンで結ばれたわけです。現在のように帽子をあしらったエンブレムは1987年に初めて採用され、現在まで引き継がれています。しかし街の紋章とルートンタウン FC のエンブレムを見比べてみると、ルートンタウン FC のエンブレムでは麦わら帽子になっている部分が、街の紋章では麦わらをつかむ腕になっています。これは一説によると、溺れるものは藁にもすがるということわざから、チームの苦戦を連想させるため、腕ではなく町のシンボルでもある藁編みの帽子に変更されたとのことです。こういった歴史的背景からチームのあだ名もハッターズと言われ、中継では多くのサポーターがハットをかぶっている姿が見受けられます。全然関係ないんですけど、チームのオフィシャルグッズとしてこのエンブレムにある帽子売ったら絶対に人気出ると思うんですよね。でルートンタウン FC のホームページを見てみたんですけど、オフィシャルではどうやら売ってないみたいなんですよね。ひょっとしたらスタジアムの近くでお店を出しているパチモンとか売ってるような屋台でオフィシャルじゃないハットが売ってるかもしれないんですけど、チームがちゃんと地元の帽子工場と組んでオフィシャルとして商品を出せば地域への貢献にもなるし、売り上げも結構伸びると思うんですけどね。なんか日本とかでも女の子とかに人気出そうなんて思ったりしました。
さてルートオンタウン FC の歴史を見てみましたが、皆さんいかがだったでしょうか。ちょっとね、初めての試みなので動画とかひょっとしたら見づらい部分もあるかもしれないです。でもここまで見てくれたあなた、本当にありがとうございます。正直ルートンに行った時、空港以外どこも行かなかったので、あんまり大きい街っていう印象はなかったんですね。まあ実際 Google マップで見ても街自体はそんなに大きくなさそうでした。だからそんな街にプレミアに上がるようなサッカーチームがあるとは思いもよらなかったんですよね。それでルートンタウン FC の存在を知った時にいろいろ調べてみたら、思いのほか帽子に関する深い歴史があって面白かったです。今後もゴールキーパーの解説や Vlog 以外にもこんなコンテンツを投稿できればと思うので、ぜひ面白かったという方はいいねボタン、そしてチャンネル登録をお願いいたします。